はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、浜名湖へ釣りに来ています。ちょっと風が強いので、風の音がですね、マイクを拾ってしまう、マイクがですね、風の音を拾ってしまって聞きづらくなっているかもしれないですけども、そのあたりはちょっとご了承ください。それではですね、フロントカメラに切り替えます。はい、皆さん改めましてマイクです。今ですね、釣りをしている最中なんですけども、なかなか釣れそうにないもんですからね、ちょっと今後の私の日産リーフのカーライフをの件でちょっとね、お話しさせていただこうと思います。私の日産リーフはですね、今年の春をもちまして、丸5年が経過いたします。距離数はですね、8万5000キロ程度ですね。でジェスプ会員ですけども、その期限が4月でですね、切れまして、ジェスプ3に切り替わることになるみたいなんですけども、その際にですね、車が5年経過したということですね、ちょうど車検の時もありまして、新型のですね、日産リーフも検討していましたけども、XV セレクションでですね、総支払い額がだいたい440万円ぐらいですかね、そのぐらいになるそうです。それはそれでいいんですけども、今の日産リーフがですね、ちょうど、丸5年経ちます。で、満充電で130キロ前後ぐらいを差してて、 2つの、ね、セグが欠けている状態です。それでですね、動画をですね、やっぱり皆さんにお届けしたいということでですね、もう2年ぐらいはね、乗ることに決めたいと思います。なのでですね、日産リーフに新しいのに買い替えるのも一つの手ではあるんですけども、あえてですね、人柱としましてですね、この旧型日産リーフがですね、7年経ったらどうなるのかとか、9年経ったらどうなるのかとか、そんなこともですね、皆さんにですね、細かくですね、お伝えできたらななんて思っております。年々自動車業界はですね、変革を迎えてきてましてね、ほとんどのメーカーがですね、電動化を進めていく時代に突入していると思います。その中ですね、日本でですね、唯一ですね、100% 電気自動車ということでですね、航続距離が、カタログ数値400キロ以上 の車っていうのはですね、日産リーフただ一機種となっております。なのでですね、選択肢がほとんどないですよね。テスラさんとかですね、もう相当ですね、高額な車になっていますので、上を見るとですね、キリがないっていうような状態でですね、選択肢がないものですから、この選択肢のない中でですね、新型の日産リーフに買い替えるっていうのも一つの手ではあるんですけども、自分的にはですね、もうあと何社しかですね、検討してですね、同価格帯で検討できるようなね、時代が来るとですね、いいかななんて思ってます。そんな期待を込めてですね、当面の間まだ旧型のですね、日産リーフを乗り続けていってですね、皆さんに動画でですね、どんなような車になっていくのか、どういう使い方ができるのか、こんな車ですね、日産リーフをですね、所有するとこんな生活が待ってますよとか、それからこんなデメリットがありますよとか、そういったことですね、もっともっとね、深く掘り下げてですね、皆さんにお伝えできればと思います。そんな中でですね、ちょっと今日はですね、そんな改めて自己紹介みたいな形をですね、取らさせていただきました。じゃあ、ということですね。
あの皆さんあのチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。あのそれでですね、あのグッドボタンバッドボタンも自由自在にですね、あの皆さんのもっとお書きになっていただいて全然結構ですので、あのコメントの方もですねお待ちしております。それではあの今回ですねこの辺りで失礼いたします。それではさようなら。